コンビニに買い物に行った。レジで自分の前にいたのが、若いお母さんと、年長さんくらいの男の子。お母さんはお釣りの小銭を受け取ると、それを男の子に渡した。男の子は手を伸ばして、レジ横の募金箱に全部投入。偉いなぁ、と思って見てたら、会計したバイト店員さんが、ちょっとかがんで、ありがとう、ちゃんと届けるね、と男の子に言った。男の子も店員さんに、お願いします、とたどたどしく言って、超笑顔。お母さん、できたー。うん、まるまる、できたねー。偉いねー。というやりとりをしながら二人は店を出て行った。それから、店員さんも自分も、なんか笑顔で会計済ませて、受け取ったお釣りは、募金箱投入。ありがとうございます。ちゃんと届けます。お願いします。ってやりとりをしてしまった。